お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、久々にウォールブレイカーね、はい、使っていこうかなと思います。皆さんも多分久々だと思います。てか僕もすごい久々なんですけど、コウモリがちょっと前に下放されて、なんかウォールブレイカーデッキって、コウモリがなんか相方みたいな感じで基本的に一緒にデッキ入ってたので、コウモリ下放、ディガー下放、デスペル下放っていうところで、ウォールブレイカーがマジで使われてなかったですね、ここ最近。なので、ちょっと久々に使ってやろうかっていう感じで、謎の上から目線。というわけでね、今日やっていきます。で、このディガウォールブレイカー、基本的にポイズンだったんですけど、ファイボでもちらほら使われてた時があって、てか今、スケドラがやっぱこう、流行ってるというか、ヒースピスケドラが当たり前な環境なので、ポイズンだと、さすがに無限に回復されちゃうっていうところで、ファイボでやっていきますね。ファイボだと、スケドラワンパンできるんでね。そういったところで、ポイズンじゃなくてファイボ型でやっていきます。さあ、今回相手はベビーメガゴロイですね。さあ、ボムで受ける。で、受けつつ、槍で相手のベビーを殴ります。アゲイン、いいですね。いい、ダルが転がってきましたね。これは、つなげます。で、エレキがあるのかな？エレキがすごいありそうですね。あ、エレキがない方か。あ、トリッティンロイ？ん？スケがいるな。相手の方が。ベビーメガゴ、トリトン、スケだったら、マジでオーブンの懐かしいトリトンロイなんですけど、オーブンがいるのかなっていう、今のご時世、どうなんでしょうかというところで、ウォールブレイカー飛ばしたいんですけど、ウッドくるかな、逆に飛ばしちゃいます。で、ごぼうりでしたね。そうだ。最初に出てたわ。忘れてた。あと、タルババだったので、僕の昼低めやりこぶもすごい無限に来そうですね。お、やべ。危ない。危ない、危ない、危ない。で、ファイボム打った。で、ゴボリも回ってるわけがないので、ここ、あれですね。あ、めっちゃいい。めっちゃいいけど、ウッドで。あー、垂れて。あ、殴れる。うわー、ナイス、勇者。あ、待って、ディガキングギドされてる。いや、そのドリトンはさすがにうますぎ。さあ、さあ、さあ、槍で、耐えるけど、痛えな。ファイボーか。いいっちゃいいけど、嫌っちゃ嫌ですね。無限に攻めましょうか。で、今回、檻があるので、一回ね、ステイで。で、ファイブ打っちゃいます。よいしょ。うい、いいファイボー。で、これ、ベビーは受けるしかないですね。ベビー受けるしかない。一発か。で、檻があるので、オッケーオッケー。檻がある間、オールベイカー別に飛ばさなくてもいいかな。で、コウモリがいい感じに。いや、これ5削りしたら、やばい、終わりそう。あぶねえ、一回落ち着いて。で、なんなら、いや、上にナイトコウモリでね。うわ、いい、いい防衛だ。で、この間に、うわー、いいトリトンが来た、でも。さて、やばい。このベビーがちょっと嫌なので。はい、タルババ。あ、キョ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 。いや、いい感じに垂れてますね。ボムの突破を相手はやっぱ大砲まで打たないと突破できないと思うので、これ痛いかな。あ、バッテリー 20%。ごめん、みんな。俺、今の。よいしょ、これ、オッケーオッケー、コウモリめっちゃ活躍する、これ。溶かせ、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 溶かせ。オッケーオッケーオッケー。あー、コウモリ、やれ、チクレ。あー、ナイス。いいよ。いいよ。あー、結露来た。結露来たらもう攻めるしかないよね。さすがにこの間に行かないやつは男がねえよ。いけ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 、ブッパタイム。あとは祈り。で、ごぼり来るけど、ウッドで気合でゴリ押す。ファイボに一周回るかな、あれ。いや、無理だな。やべ、耐えれねえかも。ごめん、みんな。終わった。気合ですよね、結局。こうなったらもう気合で守るしかないですよね。で、この低めやりごべ、延命します。で、あ、待って待って。で、あ、待って。耐えれそう、余裕で。余裕でもねえけど。よいしょ。あ、待って、ウッド入ってね。あ、危ね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 、誰もが負けたと思ってる。やばい、俺も負けたと思ってる。これ、ディガー5。うわぁ。さあ、オッケー、歩くトリトン。ナイスー。めっちゃいい試合、グッドゲーム。ちょっと最後のディガー良かったんじゃないですか。絶対あそこに来ると思いますよね。内側ディガーだけ。あそこの位置のトリトンに引っ張られないんでね。トリトンが歩くってことですね。さあ、いいですね。危ない。ウッド1個前届いてなかったな。
ロイに当てようとしたらタワーに届かないのが良くないですね。それよろしく。なんとボールは女だった。本当にそんな驚かないな。でも、まあ、すごいちょっと気になっちゃうな。さあさあさあ、今回スケドラですね。あー、うわー、トルネッティーや。スケドラトルネー、なんだろうな、スケドラトルネか。まあ、アンパイゴレとかっすかね。アンパイゴレとか他に思いつきません。あ、クロンだ。クロンです。わかりました。これボム置きます。楽します。いや、ボムターン2コスでめっちゃダメージ入るな。ありがてさ。で、ケツキョスケとかから来るかな。アンパイ、アンパイケツキョス。あ、ゴレゴレだったんかい。で、これちょっとスキャン攻めます。で、コスト使わせたい。オッケー。で、逆サイオールブレイカーもやって、うわー、やべ、形組まれるか。いてててて、折ってくれれば、まあ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 。で、いや、ムート追加も痛えな、これ。まあ、5列って、5打って、オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。で、ダクネからやりゴブでね。オッケーオッケーオッケー、いいね、いいね。あー、めっちゃいい取るね。あと、俺のコウモリ。やべ、俺のコウモリ、やられるな。お前、いけ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 。いや、無理です。ふう、というわけで、まあ、一本折られたんですけど、一本折ったんでいいかな、というところで。あー、すごいね。僕、わかりましたね、これ。クローンの香りがします。だって、これ、ダクね、スケドラ、ギャングコウモリでしょ。多分なんですけど、120% でクローンですね。はい。というわけで、守ります。頑張ります。気合で頑張ります。いや、ウィザード。いいな。ウィザード。ウィザードに謎に喜ぶ男。ケツゴレ。さあ。ファイブ打って。オッケー。うわー、いいトルネだ。俺の小物全部持っていかれたな。で、真ん中にギャングとか来んのかな。お、やぶ。おぶね。ボムタワー読み。おぶね、おぶね、おぶね。おぶね。ボムタワー読みはすげえ。あのウィザーちょっと厄介だな。てか、溶かさないといけない、ゴレを。背面溶かします。殴ります。で、ウォールブレイカー飛ばして、一旦ね、コスト使わせて、ギャングか、まあ、スケドラもあるな。で、このスケドラ許容しないといけないな。やりゴブ残すのが大事っす。いやー、ファイブか、うい。ファイブ打って、止まるでしょ、あれ。オーケー、やりゴブ、やりゴブ、ナイス。でトルネが来る。あー、ウィザードはやべ、ウィザードやべ。うん、オッケー。うわ、めっちゃいい滝が。あー、いいトルネ。まあ、危ねえ、先行する。で、ムートが次嫌だな。てか、早めに溶かします。もちゃっちゃで、これも嫌だな。で、低めやりゴブで、オッケー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 。いや、いいよ。で、ワンチャンムート来ますね。警戒して、あー、うちのヤリゴブリンが。撃っとっちゃうか。削り。いや、ウィザード結構厄介だな。あー、いいムート、それは。てか、クローンなかった。120% あるとか言ってたのに。ウィザードでしたね。クローンだと思ってたわけ。ウィザードでした、皆さん。ギャング？いや、ギャングだな、これ。遅れてたみっか。ファイボー。いいファイボー。やべ、これ来たら終わる。こっちか？いや、あるぞ、あるぞ、あるぞ。なんなら、ナイトウェブ。いや、いい。トルネ使う。ウラディガー。削れ。ファイブウッド。あ、やべ、タギが。あぶね。あぶね。あぶね。これ、ファイブ打った方がいいか。打っちゃいます。で、これは、丁寧に、ディガーを防衛に使います。オッケーオッケー。で、真ん中ムートも来ますね。オッケー、ファイブで終わる。オッケーオッケー、ナイスー、グッドゲームー、よいしょ。やるなと、ありがとうございます。危ないですね。まあ、ファイボーで助かりますね。ポイズンでもまあ、ダクネとか溶かせるんでいいんですけど、やっぱスケドラですね、環境。スケドラヒースピー、今回ヒースピーなかったですけど、まあ、スケドラ多いんで、スケドラに対してファイボー打てないと、多分やってらんないですね。
まあ、まあなんか他のデッキだったら対応できればいいんですけど、このデッキポイズンだとさすがにスケドラにボコボコにされるんでね。よいしょ。さあ初手端前ウォールブレイカーが決まっていく。あ、ペッカタンですね。ペッカタン、ペッカ来た。逆サイとりあえず攻めましょうか。エレキズシャンかザップ、わかんないですね。ペッカハンター、ペッカハンターのデッキ知らないですね。とりあえずボム置きまーす。で、あのペッカにボムを殴らしたらダメなんですね。オッケーオッケーオッケー。ライトは別に。で、これで時間稼ぎして。いやー、強え、ウォールブレイカー。で、ザップ来たらナイト挟む。あ、待って。危ねえ。危ねえ。これコウモリ出せたらザップくんかな。おい。で、まあ、ヤナメも使ったので、ディガー飛ばして、ウォールブレイカーはま、単体で十分だよね、という感じでね。さあさあさあ。あ、ペース、一発入る、これ。おい、ナイス。やず、ん？矢沢くんか、こいつ。ん？やたるくんですね。やたるくんだったな。ペッカハンターエレキの、あはやべえな、最近。すげえ煽られて気持ちよくなってるかも。すごいですね。昨日の動画でもなんですけど、僕ものすごい煽られるんですよ、最近。いや、マジで尋常じゃないぐらい。なので、それはやり返しますよねって。なんで一方的にやられないといけないのっていう。よし。さあ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 、いけ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 。さあ、やなめも使いました。とか言って負けたくねえな、マジで。よろしくって言っとこ。で、ペッカで溶かす。で、矢使ったので、このコウモリすげえ嫌だろうな。オッケーオッケーオッケー。いいね。いいね。活躍してくれた後ならいい。で、ベビータワー殴ってから出すことによって、この槍が残りますね。カウンターにね。で、オッケー。どっちにも攻めて、攻めて、攻めて、エレキをどっちかに。はい、はい、はい、よいしょ。オッケー。いい感じですね。いい感じなんですけど、左のタワーをもうちょっと降りに行かないと、僕としては最後にワンパンコンボされるのが一番怖いので、オッケーオッケー。で、ペッカ出されるものの、ペッカが一番遠いところにディガ出して、で、あ、やべ、これ、ヤナミちゃん来る。やべ、ヤナミちゃん、んー、オッケーオッケー、ナイト、ナイティン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 、オッケー。ファイティーンって感じですね。さあ、ボム置いて、相手の主軸は多分もう一枚ある気がするんですけど、わかんないですね。あ、ロイジャーでしたね。で、あ、これはいい感じの位置にちょっとコウモリ出してあげて、これウォールブレイカー積んないと、あ、やばい、待って、あ、いや大丈夫か、あ、いい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 、やりこぶ、ファイブで守って、グッドゲーム、さあこれ、あ、グッドゲーム、はい、よし、いや、最近すげーですね、これ、すごい、動画、毎日同じサムネになっちゃうかもしれない、本当に、いや、すげーんだな、マジで。このトロタイガなのかな？異常なまでのホレイを受けますね。まあ楽しいからいいんですけどね、僕としては。全然。よし、よろしく。なんでそう、煽られた方が、多分集中できるかもですね。普通にクララやってると、こう、まあ普通なんですけど、煽られると、こう、怒りによって、うわ、こいつ許せねえってなって、気合が入るじゃないですか。まあそういった部分で、煽られる方が勝てる理論もしかしたらあるかもしれないですね、ゲームとかだとね。さあ、ここナイトで竹取って、あ、お、まあまあまあ、2体ぐらいね、いいよ。あ、今回ロイジェイだ。流行りの環境のロイジェイですね。相手のスペルがウッドかタルカによってすごい変わるんですけど、覚えてねえな。さあ、ボム置いて、まあ飛ばすよね。あ、で、これヒースピが来る。うい、うわー、ヒースピ来なかった。まあ、コウモリ出すと、基本的にそのタイミングでてか、ロイの後ろにヒースピ来るので、ウッドもちょっと転がしたいですね。ヒースピ対策で。さあ、いや、これ勝ちたいですね。環境ロイに勝つためにファイボにしてるまであるので。で、問題は、一生動作合わすと多分苦しい気がするので、まあ、逆サイですよね。おー、キョキョキョ、ディガー警戒のスケ。で、ディガーウェーブやっていいですね。で、ウッドかタルが来て、タルだったらいいな。はい、ファイボ使ってくれる。で、コウモリは、まあ、今、エレキもスケドラ、ん？エレキ、スケドラとハンターですね。スケドラとハンターなので、今、コウモリは通んないですね。ケツハンター。ケツ、スケドラ来る。ポイズンだと思ってるな。ファイボ打って、で、
このコウモリを対応するのに相手はヒースピードハンターをいい感じにしないといけないので、そこを邪魔することによって相手はこのウォールブレイクが、まあ全然ダメージ取ってねえな。いやでもこっからですからね、全然いけます。で相手は守ってカウンターしようとしてんのかな。嫌ですね。オッケーオッケー。いやこれ逆サイだ、逆サイ切るぞ。いやこれ、いや絶対きつい、絶対きつい、絶対きつい。これオッケー、入る、いっぱい入る。うわーめっちゃいいファイブするな。なんかめっちゃいいファイブじゃないですか、相手のファイブ。マジでめっちゃいいファイブっすよね、マジ。やべ。あーそっち行く気がしたんだよね俺も。これファイブっていいな。若さ間に合い。あーちょっと遅いか。あーうわー、いやでも押してるな俺。でこれは余裕で守ります、ボムがあれば。やべ、守れるとか言って守れなかったらどうしよう。でヒースピ来ない。あーいや強えな防衛このデッキで。スケ咲いたな、ウッドヒースピか。あ、オッケー、後ろもくくれ。え、あーでもヒースピカバーしてますね。こりゃー参った。ちょっとね大変になってきましたね僕も。いやー5打てねえな、あの高め。逆再生回す。ふい、あー当てられてんなウッド。いやーちょっと怖いですね僕も。攻めたいんですけど、攻めすぎるとカウンターがさすがに来そうなので、これウッド必要ですね。ヒースピー、あ5打ったのか。あーそっちに5打ったのか。いやオッケーオッケー。いやなんならフルカウンター、いやハンターの位置毎回内側か。やりこぶ、いやーウォールブレイカー、気合い、ナイス、気合い見せた。お前やべ、これ5打たれるな。よいしょ。いやめっちゃいい防衛してる。ちょっと待って、一回おしゃれに行きます。一回おしゃれにタワーゲット取ってる。ウッドだけ。うわースケも使ってんなちゃんと。やべ、エリモレは良くない。コウモリも出して、いっぱい攻めちゃ。オッケーオッケーオッケー。耐えれる。うん、いっぱい攻めなきゃ負ける。いっぱい攻めろ俺。攻めまくれ。やべ、守れ。守んねえと負ける。やべ。オッケーオッケー。いや、いける。タイブレイカー。ファイボー。来た。お願い、コウモリ。チク。来た。うえい。しんどいですね。まあ、間違いなく、ポイズンだったら負けてましたね。っていう試合ですね。だから、スケドラとか、もっとスメファイボーもワンチャンできましたね。はい。ポイズンだったら、端前スケドラヒースピされるだけで、多分、タワーもバッコンバッコンいかれちゃうんで、いや、いいですね。今ぐらいの感じだと、最後勝てるよというところで、久々にウォールブレイカー使ったんですけど、てか2戦目の相手やばいですね。てかハンターが結構環境ですね。はい、久々にウェブ使ったんですけど結構悪くないですね。悪くないけど、まあ良くもないと思うんですけど、まあ楽しかったんでね、久々に、ウォールブレイカー使ったという感じです。まあファイブなら今もまだやっていけるんじゃないかなと思いますね。ヒースピとかにも、ポイズンだとマジでヒースピで終わります。というわけで、ぜひ皆さんもね、久々にウォールブレイカー使ってみてください。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録と高評価とね、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。